心霊スポットファイル321、新潟ロシア村。新潟ロシア村とは新潟県阿賀野市にある心霊スポット。1993年に開園し2004年に閉園したテーマパークの廃墟。特に危険と言われるマーレイホテルでは2009年に火災事故が起き3階建ての建物はほぼ全焼した。放火の疑いもあり事件として捜査していたようだが犯人は捕まっていない。マーレイホテルには水没した地下室があり、そこが一番危険な場所と言われている。地下にあるのは従業員用の休憩室とトイレだが、探索した人の話ではなぜか仏壇が置かれていたとのこと。どこからか視線を感じる、誰かの声が聞こえてくるといった噂がある。また写真を撮ると大部屋人影が映る。数多くのテレビ番組で紹介されている、心霊スポットファイル322、ホワイトハウス。ホワイトハウスとは新潟県新潟市にある心霊スポット。建設時期不詳だが1970年代より存在が確認できる。住んでいた一家は娘の精神病治療のための東京から引っ越してきた。娘の病気が悪化したため2階に隔離されることになった。さらに容体が悪化した娘は父の猟銃で家族全員を惨殺し行方をくらましたとされている。その後廃墟となったこの家では精神病を患い殺人鬼となった娘の霊が目撃されている。娘を隔離した時に設置した鉄格子が今も痛々しく残っている。一家を惨殺した少女が別の地でジェイソン村を作り、最後にブラックハウスもしくは自殺電波塔と呼ばれる場所で首吊り自殺したという噂もある。心霊スポットファイル323、姫川病院。姫川病院とは新潟県糸魚川市にある心霊スポット。2007年に閉院した。霊安室では女性の霊が頻繁に目撃されている。2階の手術室では男性の低くうめくような声が聞こえてくるという。また、助けて、と女性の声が聞こえるという話もある。深夜に廊下を歩くハイヒールの音や一人でになるナースコールなどの噂がある。他にも血まみれの女性の霊が追いかけてくる。顔に包帯を巻いた車椅子の男性の霊を見たという体験談がある。心霊スポットファイル324。ホテル鈴木が池。ホテル鈴木が池とは新潟県村上市にある心霊スポット。村上市瀬波温泉にある廃墟ホテル。6階に行こうとすると床を強く叩くような不可解な音が聞こえる。話し声が聞こえた、ラップ音が聞こえたという話がある。具体的な心霊現象の報告は少ないが、ここはヤバいという噂が広まっているようだ。心霊スポットファイル325、ブラックハウス。ブラックハウスとは新潟県西蒲原郡弥彦村にある心霊スポット。ホワイトハウスで家族を惨殺したとされる少女が最後にたどり着いた場所とされている。噂によると一家惨殺後天井からぶら下がっていたフックを使って自殺したそうだ。また近くにある電波塔は、自殺電波塔、と呼ばれ自殺志願者を引き寄せる電波は鳴っていると言われている。そしてブラックハウスへと誘い出された志願者は目の前にあるフックを見て決心するのだという。そのためこの場所には少女の霊の他に自殺者の霊も現れる。ちなみにブラックハウスという名だが外装は白い。心霊スポットファイル326。純粋池公園。純粋池公園とは新潟県新潟市にある心霊スポット。首吊り自殺の名所で自殺者の霊が彷徨っていると言われている。妙な光が見えたり、うめき声が聞こえるという噂がある。心霊スポットファイル327。熊沢トンネル。熊沢トンネルとは新潟県新潟市にある心霊スポット。小さな歩行者専用トンネル。そこは昔トンネルを掘る際に作業員の方が亡くなった。トンネルを歩く足音が聞こえる。白い着物を着た女の霊が出る。バイクのエンジンがかからなくなるという噂がある。古い公衆トイレがあり個室の一つがなぜか使用禁止になっている。トンネルで無数の顔が写った心霊写真が撮れたこともあるようだ。心霊スポットファイル328。うちの蔵ダム。うちの蔵ダムとは新潟県新発田市にある心霊スポット。自殺の名所。白い着物の老婆の霊が現れたり、どこからともなく女性の悲鳴が聞こえてくるといった噂がある。ダム自体も危険なのだが、近くにある4つのトンネルと赤い橋も霊の目撃情報が多い。トンネル内で車から降りてしまうと霊がついてくるという話もある。心霊スポットファイル329。ホテル森のゴリラ。
ホテル森のゴリラとは新潟県柏崎市にある心霊スポット。ラブホテルの廃墟、管理人室で話し声、誰もいないのに足音、人の気配がした、男性のずぶというめき声をはっきり聞いたという話がある。映像を撮影すると白い影や声が入るという話もある。心霊スポットファイル330。お城公園。お城公園とは新潟県新潟市にある心霊スポット。過去に少女が強姦されそうになり白い滑り台の一番上から飛び降りた事件があり、それ以来少女の霊が頻繁に目撃されるようになった。近くの松林でも自殺があるらしく、そこでも霊が目撃されている。滑り台から視線を感じたり下を向いて立つ少女の幽霊を見たという話が多い。心霊スポットファイル331。少女へトンネル。少女へトンネルとは新潟県新潟市にある心霊スポット。シーサイドラインの途中にある小さなトンネル。このトンネルの内部には少女の顔を描いた不気味な絵の落書きがある。入り口脇に剣から式花束が置いてあることがある。心霊スポットファイル332。神明公園。神明公園とは新潟県新潟市にある心霊スポット。獄門という晒し首をする処刑場だったようだ。トイレで女性が自殺し、その女性の霊も目撃されている。他にもトイレで心霊写真が撮れたり、誰かに見られているような視線を感じるという噂がある。心霊スポットファイル333。田野浦つばめ。田野浦つばめとは新潟県新潟市にある心霊スポット。旧つばめ市が運営していた保養施設。1971年に開設し1996年に閉館。建物の中で女性の霊が出る。赤い光を見たという話がある。女性の霊を見てしまうと事故に遭うという噂もある。不慮の事故で亡くなった女性の霊と言われている。心霊スポットファイル334。浦佐スキー場。浦佐スキー場とは新潟県魚沼市にある心霊スポット。スキー場の廃墟。1958年に開業したが土砂崩れが発生しスキーセンターが倒壊したため2011年に閉業した。雪崩被害者追悼の銅像があり心霊写真が撮れるという話もある。心霊スポットファイル335。昇仙寺ダム。昇仙寺ダムとは新潟県上越市にある心霊スポット。毎年のように人が亡くなっている。白骨遺体が発見されたこともある。ダム管理棟のすぐ近くの駐車場のトイレで指を握られた。電気だけ勝手に消えるという噂がある。以前に子供がダムに転落して亡くなったと言われており、亡くなった子供の霊が出ると言われている。心霊スポットファイル336。ホテルベルサイユ。ホテルベルサイユとは新潟県長岡市にある心霊スポット。4階建ての中規模ホテルで1980年頃に開業した。女性の自殺があり併用に追い込まれたという噂があり、女性の霊が出ると言われている。心霊スポットファイル337。妙高高原ホテル。妙高高原ホテルとは新潟県妙高市にある心霊スポット。1964年に開設され1997年に倒産した。かつては居住していたホームレスが亡くなった事例がある。濡れてヨレヨレのタバコを持った若い男の霊が出てきて、火を貸してください、と訴えて消えていくという話が有名。心霊スポットファイル338。マセトンネル。マセトンネルとは新潟県新潟市にある心霊スポット。1934年に竣工したトンネル。マセ峠の今では使われなくなった古道に存在している。母子の霊や妊婦の霊、死亡事故を起こした走り屋の霊の目撃情報がある。近くの電話ボックスでも髪の長い女性の霊が出る。心霊スポットファイル339。旧桜町トンネル。旧桜町トンネルとは新潟県長岡市にある心霊スポット。地獄谷トンネルとも呼ばれている。事故が多発し多くの方が亡くなっている。事故で亡くなった人の霊、子供の霊が出る。足音が聞こえてくるという噂がある。心霊スポットファイル340。ハイジャスコ。ハイジャスコとは新潟県五泉市にある心霊スポット。何十年も前から廃墟になっている巨大ジャスコ。エスカレーター付近でハイヒールで歩く足音を聞いたという話がある。心霊スポットファイル341。浦浜大橋。シーサイドラインの赤い橋という呼び名の方が有名。血染め橋とも呼ばれており、橋を別の色に塗り替えてもすぐ赤く染まると言われている。この橋で事故死した看護婦がおり、その幽霊が現れる。
また喋りながらこの橋を渡ると事故に遭うという噂がある。心霊スポットファイル342、ヤシコ観光ホテル。ヤシコ観光ホテルとは新潟県西蒲原郡ヤシコ村にある心霊スポット。1994年廃業、昭和天皇が宿泊した、取り壊される前に村主催の廃墟ツアーを開催。事務室には従業員の履歴書が残っている。現在は取り壊されているが跡地でも男性のうめき声が聞こえる。車のフロントガラスに子供の手形がつく等の噂がある。心霊スポットファイル343。鷹の巣トンネル。鷹の巣トンネルとは新潟県十日町市にある心霊スポット。1995年に竣工した。女性の幽霊が出没するという噂がある。昔、鷹の巣城が存在した1585年頃にトンネル付近で戦があり、それが関係しているという噂もある。トンネルの先には、アテラ集落、と呼ばれる廃村もあり、かやぶき屋根の廃屋がある。心霊スポットファイル344。鷹の巣村。鷹の巣村とは新潟県柏崎市にある心霊スポット。神社が閉ざされた年から1989年頃離村としている。なぜ廃村になったのか理由は不明だが、鷹の巣祖霊の碑、と刻まれた石碑が1993年に建立されている。農業道具や蔵などはあるが生活感はあまり感じられない。心霊スポットファイル345、キリシタン塚。キリシタン塚とは新潟県佐渡市にある心霊スポット。100名余りのキリスト教徒が処刑された場所。迫害を受け処刑されたキリスト教徒たちの霊が現れると言われている。どこからか赤ん坊の泣き声が聞こえてくる。キリスト像を撮影する時の涙が流れるといった話がある。キリスト像にいたずらをすると呪われるという話もある。心霊スポットファイル346。角田ジェイソン村。角田ジェイソン村とは新潟県新潟市にある心霊スポット。ホワイトハウスで一家を惨殺した少女が近くにある集落で村人を全員皆殺しにしたという噂がある。集落ではなくバンガロー村の廃墟で角田山荘の廃墟、廃車バス、小さい小屋のようなバンガローの廃墟、廃トイレ、白い建物の廃墟などがある。角田山荘の2階にある黒電話が勝手になったり誰もいないわずの廃墟から物音が聞こえたりするようだ。心霊スポットファイル347。咲花グランドホテル。咲花グランドホテルとは新潟県五泉市にある心霊スポット。大広間と大浴場をつなぐ通路の奥で白い人影が横切った。大浴場で足跡が聞こえてきたという話がある。大広間あたりでは誰もいないのに物音が聞こえてくることもある。フロントでは誰もいないわずなのに物音や女性が歩くヒールの音、女性の笑い声まで聞こえてくるという、心霊スポットファイル348。空き箱。空き箱とは新潟県新潟市にある心霊スポット。夜中に電柱の明かりの下ですすり泣く女の霊、湖面に浮かぶ髪の長い女の霊が出るという話がある。この周辺では毎年のように自殺者が出ているという、奥にある森やキャンプ場や近くにある外人墓地でも霊が目撃されている。心霊スポットファイル349。リゾートイン長岡。リゾートイン長岡とは新潟県刈羽郡刈羽村にある心霊スポット。峠道にあるモーテル跡。肝試しに訪れたカップルがホームレスの死体を見つけたという話が有名。現役時に女性が死んでいるという噂もある。男性のうめき声が聞こえる。足のないおかっぱ頭の女がベッドの下から睨んでいるなどの噂がある。心霊スポットファイル350。太夫浜霊園。太夫浜霊園とは新潟県新潟市にある心霊スポット。夜中に霊園の安らぎの塔の周りを半時計回りに3周すると霊が出没する。園内にある階段の段差が登る前と下りの数が違う。森の東屋で霊に囲まれる。ゾンビのような霊が現れる。豆を投げつけてくるババアが現れるという噂がある。またジージと呼ばれる妖怪のようなものがいて目が合う時が来る。青い女と呼ばれる霊がいると言われている。他にも東屋に行くといつの間にか霊に囲まれてしまうという話もある。心霊スポットファイル351。奥只見シルバーライン。奥只見シルバーラインとは新潟県魚沼市にある心霊スポット。正式名称は新潟県道50号小出奥只見線。国内有数の豪雪地帯で工事は難航を極め殉職者は44名に上った。殉死した作業員の霊が出没する。
浮遊霊の吹き溜まりになっているとの噂がある。心霊スポットファイル352。大崎山公園。大崎山公園とは新潟県三条市にある心霊スポット。頂上広場にある展望台では自殺があり女性の霊が出る。グリーンスポーツセンターのある部屋では上半身だけの女性の霊が出る。男性二人と女性一人が大型掲示板で自殺予告を行い翌日に自殺した遺体が見つかったことがある。心霊スポットファイル353。ホテルプラザ。ホテルプラザとは新潟県長岡市にある心霊スポット。茶色い壁に覆われたホテルの廃墟。ホテルを見上げているとたまに人影が見えることがある。心霊写真も撮れるという話もある。心霊スポットファイル354。ネオ、アミューズメント、ガロパ。ネオ、アミューズメント、ガロパとは新潟県新潟市にある心霊スポット。ガロパになる以前は白いボーリング場の廃墟で長年放置されていた。その時に自殺があり以来男性の幽霊が出るようになった。ガロパとして営業していた当時も夜中になると頻繁に霊を目撃する従業員もいて気味悪がりやめていく人も多かったという。建物の壁には大きな目玉のデザインがありかなり不気味。今では潰れて再び廃墟になっている。心霊スポットファイル355。ホワイトハウス。ホワイトハウスとは新潟県妙高市にある心霊スポット。マダラオ高原にある廃墟。おしゃれな作りで建物前には自由の女神を模した像が建てられている。女性が自殺したらしく2003年廃業。それ以降、自殺した女性の霊が現れると噂になった。建物に向かって手を振ると窓からこちらに向かって手を振り返す女性が現れる。心霊スポットファイル356。妙高青少年自然の家。妙高青少年自然の家とは新潟県妙高市にある心霊スポット。敷地の中で事故で死んだ人がいる。アンドロメダの英語の部屋に泊まると金縛りに遭い部屋の入り口のあたりに老婆の霊を見る。また職員からの証言でそういったクレームはよくあったとのこと。心霊スポットファイル357。寺尾中央公園。寺尾中央公園とは新潟県新潟市にある心霊スポット。海から近い小高い公園。ログハウスや銅像付近で謎の人影が見えるという話が有名。散歩していると生首が飛び出してきたという噂もある。園内トイレで心霊写真が撮れるという、心霊スポットファイル358。首吊りペンション。首吊りペンションとは新潟県新発田市にある心霊スポット。林の中にある廃墟。過去に女性の首吊り自殺があったらしくそれ以来白い女性の霊が目撃されている。特に2階が危険とされていて女性に話しかけられたり笑い声が聞こえたりする。またこのペンションには地下室も存在しそこも危険だという噂がある。心霊スポットファイル359。949号ゴーストタウン。949号ゴーストタウンとは新潟県東蒲原郡阿賀町にある心霊スポット。旧国道49号線沿いには無数の廃墟が点在している。中でも赤い橋を渡って最初にある1軒目の廃墟と2軒目の廃旅館はかなり危険で行けば必ずと言っていいほど怪奇現象に遭遇すると言われている。特に女性の霊と遭遇する場合が多いようだ。赤い橋も昔は自殺の名所だったようでトラック運転手を事故へ誘う女の幽霊が出ていたという。心霊スポットファイル360。日蓮岩屋。日蓮岩屋とは新潟県新潟市にある心霊スポット。正式名称は七面大天女岩屋。この中には祭の河原と呼ばれる石が積み上げられている場所がある。この石は真夜中に一人で煮詰まれていると噂されていて誤って崩してしまうと呪われてしまうという。心霊スポットファイル361。壺野光線。壺野光線とは富山県魚津市にある心霊スポット。6階建ての元温泉旅館廃墟。プールで男児が水死した。オーナーがボイラー室で首を吊ったという噂がある。肝試しに行くとだけ告げた少女二人がそのまま失踪するという事件が起きた。結局行方不明のまま見つからず、神隠しホテル、とも呼ばれるようになった。あの義母愛子もテレビ企画で訪れた際、強い危険を感じて入らなかったという逸話も残っている。映画、牛首村、の舞台となっている。心霊スポットファイル362。図川トンネル。図川トンネルとは富山県氷見市にある心霊スポット。旧つづらトンネルとも呼ばれる。女性が焼身自殺した現場、トンネルを通過した後にタイヤがパンク、被
帰宅後に金縛り等の話がある。この近くには処刑場があって打ち首になった罪人の首を川に投げ捨てていたことから図川という名がついたとの噂もある。さらにこのトンネルに続く道は白骨街道という名がついているが、その由来は不明。内部にはお地蔵様もあることから事故が多発していることが伺える。心霊スポットファイル363。ジケトンネル。ジケトンネルとは富山県富山市にある心霊スポット。県道67号線上にある3つのトンネルを総称してジケトンネルと呼んでいる。各トンネルには池原1、2、3号隧道という名前が付けられている。女性の幽霊が現れるという噂がある。車のヘッドライトや懐中電灯の明かりを消してしばらく待っていると女性の声が聞こえてくるらしい。心霊スポットファイル364。旧倉原トンネル。旧倉原トンネルとは富山県南砺市にある心霊スポット。1968年に竣工され1987年の新トンネルの完成によりほとんど使われることがなくなった。旧道となっているため街灯はなく人も滅多に通らない。兵士の霊や少女の霊が出現、不気味な声が聞こえてくるといった噂がある。心霊スポットファイル365。南富山駅地下道。南富山駅地下道とは富山県富山市にある心霊スポット。正式名称は大町地下歩道。以前に焼身自殺があり、それから心霊スポットと噂されるようになった。今でも現場には黒いシミが残っているようだ。地下道を通ると苦しそうなうめき声が聞こえてきたり、顔が焼けただれた人が立っているなどの話がある。心霊スポットファイル366。白倉トンネル。白倉トンネルとは富山県魚津市にある心霊スポット。1954年に竣工され現役でも使用されているトンネル。携帯電話から登録していない着信音が鳴り出ると無言電話という話がある。19歳の少年がトンネル内で焼身自殺をしたという話もある。心霊スポットファイル367。大泉寺遊園地。大泉寺遊園地とは富山県富山市にある心霊スポット。1958年に開園し1996年に閉鎖された。現在は遊具などは撤去されて立ち入り禁止になっている。廃遊園地となって間もなくは子供の霊が遊んでいる様子をたびたび目撃されていた。今でもこの近くでは子供の声が聞こえたり、人の気配を感じるという。心霊スポットファイル368。白山社裏。白山社裏とは富山県富山市にある心霊スポット。夜になるとこの辺りに白い女の人が現れ、目が合うとこちらに向かって手を振ってくるが、手を振り返すと災いが起こると言われている。心霊スポットファイル369。黒部ダム。黒部ダムとは富山県中新川郡立山町にある心霊スポット。黒部ダムは1956年から7年の歳月をかけ1963年に完成した。工事に携わった作業員は1000万人を超え、殉職者は171人にも上った。殉職した人の中には殺された人もいるようだ。遺体はコンクリートに流し込まれ、ダムの壁に埋まっているらしい。夜になると人の顔のような黒いシミが壁に浮かび上がる。また作業員の霊が歩いているのを目撃した人もいる。心霊スポットファイル370。白骨街道。白骨街道とは富山県氷見市にある心霊スポット。正式名称は氷見街道。幽霊街道や死人街道と呼ばれることもある。女性の霊や、白っぽい影の目撃が多い。側道にある旧道にそれらが出るが、新しい道路にも出ることもある。心霊スポットファイル371。ホテルアトリア。ホテルアトリアとは富山県富山市にある心霊スポット。ラブホ廃墟。2000年代頃に併用したようだ。廃墟になってから、建物内部から女性の声が聞こえると言われている。そのため警察を呼んで調べてもらったが全く異常なかったという。一説によるとこのホテルの一室で自殺した女性がいたらしい。心霊スポットファイル372。城山トンネル。城山トンネルとは富山県下新川郡朝日町にある心霊スポット。深夜に車で通ると白い服を着た若い女性の霊が車を追いかけてくる。トンネルを出るとなぜか女性の霊は消える。心霊スポットファイル373。宮野運動公園。宮野運動公園とは富山県黒部市にある心霊スポット。公園の裏には黒部市墓地公園があり、納骨堂として使われている仏舎利塔や追悼碑もある。
さらにこの付近は昔戦場だったようだ。この近くを車で走っていると車内のスピーカーから声が聞こえてくるという。最近ではポケモン GO をやりに訪れる人も多いが、スマホが急に震え出したりアプリが終了できなくなるという噂がある。ちなみにゴースト系のポケモンが出現する、心霊スポットファイル374、富崎城跡。富崎城跡とは富山県富山市にある心霊スポット。1441年に築城された。戦国時代には滝山城と呼ばれた。以前に井戸で転落事故が起き数年後に発見された。そこへ訪れた人がラップ音など聞こえたという、心霊スポットファイル375。富士越尾上地下工場跡。富士越尾上地下工場跡とは富山県砺波市にある心霊スポット。太平洋戦争末期に空襲を避けるため富士越はこの山の中に地下工場の建設を始めた。朝鮮半島から1500人ほどがここに移り住み工場の建設に従事したと言われている。過酷な労働条件の中過労死や自殺で多くの労働者が亡くなったと噂されている。労働者の遺体はろくに供養もされずそのまま山の中に放置されたと言われており成仏できない労働者の霊が現れるという、心霊スポットファイル376、新山彦橋。新山彦橋とは富山県黒部市にある心霊スポット。黒部渓谷鉄道の鉄橋で赤い橋とも呼ばれる。河原からの高さが約40メートルもあるため自殺者が多いとも言われている。一説によると自殺者が多かったせいで橋に登ると警報器が鳴るようになっているらしい。列車の走行音に混じってうめき声が聞こえる。雨の日の夜に歩行者用の旧山彦橋から鉄橋を見ると鉄橋の上に白い人影が立っているなどの噂がある。心霊スポットファイル377。総川の廃墟。総川の廃墟とは富山県富山市にある心霊スポット。ここは家主が何度も変わり現在は空き家となっている。以前の住人の話では夜中に寝苦しくなり目を覚ましたら枕元におばあさんが座っていたという。たびたび心霊現象が起きるせいですぐに引き払われてしまうようだ。近くに住む人の話ではシャッターが開いているところを一度も見たことがないそうだ。心霊スポットファイル378。栗から古戦場跡地。栗から古戦場跡地とは富山県小矢部市にある心霊スポット。源平栗から合戦の場所となったことで有名。地獄谷を覆い尽くすほど戦死した武士の遺体は皮を真っ赤に染めるほどの血を流したそうだ。無念の中で命を落とした武士たちの霊は未だに成仏をすることができずこの辺りをさまよっている。ライトやスマホの電源が入らなくなる。武士の霊が目撃されている。鎧が擦れる音や刀を振る音が聞こえる等の証言がある。心霊スポットファイル379。二神山の鉄骨廃墟。二神山の鉄骨廃墟とは富山県高岡市にある心霊スポット。山中にある骨組みだけの廃墟。正式名称は、ラジウム、ランド温泉北陸保養センター。当時は覚えやすい、健康大学、という名称で宣伝していたようだ。レントゲン室を備えた診療所が増設されたため病院跡という誤解が生まれ、高岡廃病院、と呼ばれることもある。事故が原因で火災が起き建物が焼け落ちたため現在のような骨組みを残す姿になったという。この時火災で亡くなった方の霊が出ると言われている。また1970年代に付近の山林で嫁に逃げられた中年男性が小学生と幼児を道連れに車で排ガス自殺したという話がある。他にもこの山は年老いた老人などを捨てる乳捨て山だったという噂がある。心霊スポットファイル380。足洗い型公園。足洗い型公園とは富山県射水市にある心霊スポット。親鸞聖人が越後に配流される途中この地で足を洗った故事にちなんで。足洗い型、と名付けられた。公園の男子トイレに霊が出るという噂がある。男子トイレ内かその周辺で自殺した方の霊と思われる。心霊スポットファイル381。古道ダム。古道ダムとは富山県富山市にある心霊スポット。1982年に農業用ダムとして建設された。完成してというものなぜか自殺者が相次いでいる。さらには水面に生首が浮かんでいるなどの心霊情報も報告されている。1986年にこの場所で起きた富山市ダム OL 殺人事件は未だに未解決のままである。心霊スポットファイル382。
沢中の隣の火葬場。沢中の隣の火葬場とは富山県富山市にある心霊スポット。この場所は火葬場として使われていた。そのせいで幽霊や精霊等がいたりすると言われている。心霊スポットファイル383。地獄の姫。地獄の姫とは富山県中新川郡立山町にある心霊スポット。年に一回夏に立山に鬼姫が帰ると言われている。妖怪の悩み事を頼むと解決してくれる。ただし悪用や心が汚いと地獄に引きずられる。この鬼姫は次期閻魔大王とされる。心霊スポットファイル384。稲葉山。稲葉山とは富山県小矢部市にある心霊スポット。洞窟で白い着物の落ち武者が出る。近くに火葬場があり昔から謎の交通事故も多く発生している。傾斜面に黒い大きな影みたいなのが出る。心霊スポットファイル385。レストランカモシカ。レストランカモシカとは富山県中新川郡立山町にある心霊スポット。2階建ての飲食店の廃墟。1970年代にはすでに営業していたとみられいつからか閉業している。2階の窓からこちらを見つめる人影が立っているという話がある。心霊スポットファイル386。下の妙温泉。下の妙温泉とは富山県富山市にある心霊スポット。1787年に開湯し1999年に自己破産を申請し閉鎖。以後廃墟となっている。過去に自殺者がいた。経営者が旅館内で殺されたとも言われている。建物を探索した人の話では、夏の汗ばむほどの陽気なのに、建物の奥から嫌な感じのする冷たい風が吹いてきたという。誰もいないはずなのに男の声が聞こえてきたという話もある。また心霊写真が撮れたという人もいる。心霊スポットファイル387。友織隧道。友織隧道とは富山県南砺市にある心霊スポット。1959年に竣工した人道トンネルで人一人がやっと通れるサイズ。1971年に冬季除雪されるようになると冬場でも国道が使えるようになりこのトンネルが使われなくなり廃道となった。このトンネルで心霊写真が撮れるなどと言われている。心霊スポットファイル388。幾保の天満宮。幾保の天満宮とは富山県氷見市にある心霊スポット。廃神社ではないが神社の入り口に立ち入り禁止の錆びた看板がある。幽霊神社と言われ女性の幽霊が出る。二つある鳥居が深夜には三つになりそれを見ると呪われるなどの噂がある。心霊スポットファイル389。古民家の野道壁。古民家の野道壁とは富山県南砺市にある心霊スポット。1927年に建てられた豪華な家屋を利用した宿で2015年にリフォームしている。テレビで何度も座敷わらしがいる宿として紹介されている。誰もいない部屋のエアコンがついたりする。心霊スポットファイル390。小名出川ダム。小名出川ダムとは富山県小矢部市にある心霊スポット。1978年に竣工した多目的ダム。橋からの飛び降り、昇進、周辺の森の中での首吊りなどの自殺が多発している。ダムの入り口付近に公衆トイレがあり女の霊が出るという噂が有名。またこのダムに架かる出川橋でも霊の目撃談があるらしい。心霊スポットファイル391。牛首トンネル。牛首トンネルとは石川県河北郡津幡町にある心霊スポット。テレビ番組でも紹介されるほど有名な心霊スポット。正式名称は宮島隧道。1928年に竣工された、地蔵が血の涙を流す、老婆の霊が車に乗り込んでくる、落ち武者の霊が追ってくる等の証言がある。他にもトンネル内でライトを消し点灯するとガラスに血の手形がついているという話もある。最近の YouTuber がここを荒らしなくなったという噂がある。心霊スポットファイル392、細川旅館。細川旅館とは石川県小松市にある心霊スポット。1993年頃に廃業した旅館、某宗教団体が管理していたという噂や暴力団の巣窟にされていたという噂がある。1階の大浴場には血で書かれたお経がある。ラップ音がたびたび鳴る。過去に自殺したヤクザの霊が出る等の話がある。心霊スポットファイル393。旧ムクロジトンネル。旧ムクロジトンネルとは石川県の見市にある心霊スポット。新トンネル開通が開通し役目を終えた。
南口は鉄の格子で塞がれているが北口からは入れる。南口までの道に怪しく小さい鳥居がいくつかある。誰もいないのに死者の声が聞こえるという。この付近は電波が悪く電話が繋がった時はこの世のものではないものに繋がることがあるという。心霊スポットファイル394。天狗の森。天狗の森とは石川県金沢市にある心霊スポット。八坂神社敷地内にある森。名前の由来は天狗が住んでいたという伝承から来ている。霊の目撃情報も多く、訪れる人は漏れなく不思議な体験をすると言われている。誰もいないのに足音が聞こえたり人の気配を感じる。女性の笑い声や男性の声が聞こえた等の話がある。肩や頭が重くなるといった霊障になった人もいる。噂では近くで亡くなった人の亡霊が森の中をさまよっているという。心霊スポットファイル395。熊走り大橋。熊走り大橋とは石川県金沢市にある心霊スポット。西川に架けられた橋。橋から西川までの高さがあり飛び降り自殺をする人が多数いる。実際に橋の上に霊が現れるとの噂も多く付近住民は見飽きるほど目撃しているという。写真を撮ると頭部が映り込みやすいという噂もある。心霊スポットファイル396。野田山墓地。野田山墓地とは石川県金沢市にある心霊スポット。前田利家が兄である利久を埋葬した場所。利家自身も野田山に埋葬してくれと遺言に残している。そのため前田家の墓と呼ばれることもある。落ち武者の霊や白い着物姿の女の霊が出没するようだ。また車にいくつもの手の跡がついていたり、鋭利な刃物による引っかき傷がついていたなどの話もある。墓地で騒いだ若者たちが帰りに交通事故に遭ったという噂もある。心霊スポットファイル397。九死十九院トンネル。九死十九院トンネルとは石川県加賀市にある心霊スポット。新トンネルが開通してから人通りが減り閑散としている。トンネル内を走っている時にサイドミラーを見ると霊が映る、火の玉のようなものを見たとの報告もある。新トンネルを走っていると急に耳鳴りを感じトンネルを抜けると旧トンネルの出口を走っていたという話もあるようだ。心霊スポットファイル398。栗からトンネル。栗からトンネルとは石川県加北郡津幡町にある心霊スポット。異世界に繋がっているという噂がある。壁に残っているシミは自殺者の痕跡であるという話もある。県境に差し掛かっているエリアで女性の幽霊を見たという話が有名。心霊スポットファイル399。内灘霊園。内灘霊園とは石川県加北郡内灘町にある心霊スポット。正式名称は内灘町霊園。墓地になる前は暴風林で自殺が多かった場所。この墓地には白い着物姿の女性の霊と白いドレスの女性の霊が現れる。二人同時にドレスと着物の霊を見たという報告があるので同一人物ではないようだ。また墓地の入り口に石碑が建てられており車で三周回りクラクションを三回鳴らすと呪われるという話がある。心霊スポットファイル400。鳥越城跡。鳥越城跡とは石川県白山市にある心霊スポット。柴田勝家に落城させられた。加賀一向一揆の最終拠点であったため一揆に参加した者は徹底的に処罰された。そのせいか武士の霊や農民の霊、女性の霊や黒い影が出没するという、心霊スポットファイル401。酒田屋。酒田屋とは石川県小松市にある心霊スポット。粟津温泉にある温泉旅館跡。1984年に開業し2002年頃閉業した。現在は駐車場として利用されることが多いらしい。YouTuber の動画で女湯の洗面台の鏡に大量の手形がある映像が捉えられ話題になった。2019年の夏には、怨霊が救う廃墟、というタイトルで廃墟を舞台としたお化け屋敷として利用された。心霊スポットファイル402。天狗橋。天狗橋とは石川県の見市にある心霊スポット。1950年に起きた天狗橋事件で有名な場所。台風が襲来した時に天狗橋を崩壊させ国から災害復旧資金を騙し取ろうとした事件。県庁幹部が工事業者に橋を崩壊させるように指示を出した。しかし作業中に橋が崩落し2名の死亡者と26名の重軽傷者を出してしまった。それからこの辺りで殉職者の霊が目撃されるようになった。さらに近くには200メートルほどの横穴があり多くの霊が通る道と言われている。
天狗橋から下を覗くと危険、南に伸びる細い山道の先にあるトンネルを往復すると危険といった話もある。老朽化のため2015年に撤去され新しく建設されたが霊の目撃情報は絶えない。心霊スポットファイル403。八瀬の断崖。八瀬の断崖とは石川県白衣郡鹿町にある心霊スポット。東尋坊に次ぎ自殺の名所として有名。松本清張の代表作、ゼロの焦点の舞台になった。55メートル以上の高さのあるまさに断崖絶壁で断崖よりもだいぶ手前に手すりが設置されている。崖を見るためには手すりを乗り越えなければならず、手すりを乗り越えるな、という立て札はあるが意味がないようだ。手すりを越えて断崖に足を踏み入れるとあの世へと誘う声が聞こえてくると言われている。またこの世に未練がある霊が出るとも言われている。心霊スポットファイル404。モテル北陸。モテル北陸とは石川県加賀市にある心霊スポット。1963年にオープンした日本で初めてのモーテル。東京オリンピックの前年だったこともあってか海外を意識した作りになっている。アメリカ風の外観をしておりホテル内にはレストランや土産屋もあったようだ。2階へ登る階段が何箇所かあるが降りるときは登ったときと同じ階段を使わないと呪われるという噂がある。他にも布が擦れるような音が聞こえてきたり、何かが腐敗したような匂いがするという話もある。また自殺者が出たという噂の部屋もある。心霊スポットファイル405。ホテルマドンナ。ホテルマドンナとは石川県加賀市にある心霊スポット。ラブホテルの廃墟。モーテルタイプのラブホで1968年頃には存在が確認されている。営業当時から霊が出るという噂があった。心霊スポットファイル406。北部公園。北部公園とは石川県金沢市にある心霊スポット。深夜になると奥の池のほとりを歩いていると番号のない着信がかかってくるという心霊現象が起きる。この公園では池で自殺した者がいるという噂がある。心霊スポットファイル407。山中海軍病院地下壕跡。山中海軍病院地下壕跡とは石川県加賀市にある心霊スポット。源氏山地下壕とも呼ばれている。長英の墓地がある山の横に掘られた地下壕。太平洋戦争中に山中海軍病院の避難施設として建設されたものだという。病院の地下治療室として地下壕が作られたのは全国で山中海軍病院が初めてだと言われている。建設には全国から朝鮮人労働者が集められ建設作業に従事したと言われている。その中には地下壕の掘削作業中に事故死する人もいたらしく未だに壕内に作業員の霊がさまよっているという。心霊スポットファイル408。松島の G 踏切。松島の G 踏切とは石川県白山市にある心霊スポット。正式名称は御坊市踏切。御坊市町にある踏切ということで通称。G 踏切、と呼ばれている。飛び込み自殺が多い。過去に自殺をした者が悪霊となり引きずり込んでいるのではないかと言われている。心霊スポットファイル409。鷹の巣トンネル。鷹の巣トンネルとは石川県金沢市にある心霊スポット。ここに住む女性の霊はトンネルを常に往復をし見える人には必ず女性の霊は見えてしまうとも言われている。トンネルの近くに昔鷹の巣城が存在し1585年頃にトンネル付近で戦がありそれが関係があるのではないかという話だ。心霊スポットファイル410。解剖墓地。解剖墓地とは石川県金沢市にある心霊スポット。宇達山公園の中にある墓地。金沢大学医学部の生徒たちが解剖実験を行った際に解剖の検体となった人間をバラバラにして捨てた場所と言われている。その人々を供養するためにその名を示す通りの解剖墓地が作られた。そのため医学生の手によって解剖されたものの霊が現れると噂されている。心霊スポットファイル411。ラブホテル S。ラブホテル S とは石川県金沢市にある心霊スポット。金沢の人の間では有名なようだ。女性の幽霊が出る。勝手に鍵がかかる。監視カメラに謎の女性が映った等の話がある。寝ているとすごい圧力をかけられることがあるらしい。和室の部屋が一番で安いと言われている。現在も営業しているラブホテルなのでイニシャルで語られることが多い。心霊スポットファイル412。北陸自動車道。北陸自動車道とは石川県金沢市にある心霊スポット。
深夜に路肩を自転車で走る奇妙な老婆を見かけたという話がある。車の時速は100キロは出ていたが、すぐに追い抜くわけではなく少しずつ追い抜く感じだったようだ。また100キロ以上の速度で追いかけてくるおっさんもいるという。心霊スポットファイル413。赤い洋館。赤い洋館とは石川県金沢市にある心霊スポット。心霊スポットとして有名な鷹の巣トンネルと熊走り大橋の間の道がカーブしているところの角に赤い洋館が現れるという噂がある。名前の通り洋館の中も壁や床などが一面真っ赤に染まっていて不気味だという。心霊スポットファイル414。音丸立教。音丸立教とは石川県金沢市にある心霊スポット。雨の日の夜に車で通ると白い服で長い髪の女性の幽霊が出ると言われている。またタクシー運転手が母親と子供二人を乗せたが、しばらく走行すると親子の姿がなく座席が濡れていたという話もある。親子もしくは一家全員が飛び降り心中をしたという噂がある。心霊スポットファイル415。赤い家。赤い家とは石川県白山市にある心霊スポット。白山市の潮騒ロード沿いにある赤い洋風の家。屋根や外壁、室内に至っても赤くなっており鉄格子がついて不気味で心霊スポットと噂されていた。肝試しに行った人が具合が悪くなるなど不可解な現象が起きるらしい。過去に一家心中があったという噂や妻が精神疾患を起こしたため鉄格子があるという噂がある。心霊スポットファイル416。快楽荘。快楽荘とは石川県輪島市にある心霊スポット。1970年代から営業している。閉業時期は2000年頃と思われる。ホテル閉業後の債権者である金融機関と輪島市が協議し、輪島市が土地と建物を購入して跡地を再利用する計画を立てていた。分譲型マンションへのリフォームが進行していたようだが、現在はなぜか途中のまま放置されている。そのためか工事中に原因不明の事故が多発したという噂がある。心霊スポットファイル417。日課用水隧道跡。日課用水隧道跡とは石川県の美市にある心霊スポット。この周辺で霊がよく目撃されているという噂がある。霊感のある人が近づくと気分が悪くなることもあるらしい。付近には心霊スポットの天狗橋や廃線となった北陸鉄道の海線のトンネルが存在する。心霊スポットファイル418。不動寺パーキングエリア。不動寺パーキングエリアとは石川県金沢市にある心霊スポット。休んでいると突然服を引っ張られるという心霊現象が起きている。すぐに後ろを振り向いても誰もいない。肩をポンポンと叩かれた人もいるようだ。長距離トラック運転手の間でも有名で、どんなに疲れていても、あのサービスエリアで寝てはいけない、と言われている。車内で仮眠をしたまま死亡していたという事件があったようだ。近くには栗から古戦場跡があり、死んでいった源氏の亡霊が彷徨っているという。心霊スポットファイル419。戸谷隧道。戸谷隧道とは石川県小松市にある心霊スポット。軽自動車がギリギリ通れる非常に狭いトンネル。ここで写真を撮るともやのかかった写真が撮れたりと、心霊写真が撮れることがあるのだという。心霊スポットファイル420。西部緑地公園の墓地。西部緑地公園の墓地とは石川県金沢市にある心霊スポット。公園前の道を走っていると墓地から白い着物姿を着た女性の霊が出てきて道路を横切り消えていくという話がある。以前にこの墓地でお墓参りをしていた人が水汲みに道路を横断するときに車にはねられ亡くなったということがあったらしい。この人が幽霊になって現れているのではないかと言われている。心霊スポットファイル421。すみれ児童公園。すみれ児童公園とは石川県金沢市にある心霊スポット。過去に首吊り自殺があったと言われており、その男性の霊が出るという話がある。首吊り自殺をした付近に近づくと体調が悪くなるという人もいる。すぐ近くに神社があるので周囲の霊が引き寄せられているという噂もある。心霊スポットファイル422。金城山公園。金城山公園とは石川県加賀市にある心霊スポット。大正寺城址とも呼ばれる。戦国時代には一向一揆の拠点となり、越前朝倉氏との激しい戦いが繰り広げられた。織田信長によって一向一揆が制圧された後、城主が次々と変わるが、1600年に前田利長に攻められて落城し、以後前田領となる。以上のような曰くから、落ち武者の霊が出るという噂がある。
また最近では山の中で首吊り自殺が多発していて首吊りの名所と言われている。そのため自殺者の例も出るようだ。実際に公園と訪れた人たちからは明らかに害と空気が違う何かがまとわりつくような感じがするなどの声が聞かれる。心霊スポットファイル423。首洗い池。首洗い池とは石川県加賀市にある心霊スポット。首を抱えて泣いている銅像などがある。戦争で命を落とした兵士の霊が出る。夜中になると池の水が血のように真っ赤になる。金縛りにあって体が動かなくなるといった話がある。首洗い池は藤原古戦場跡の中にある池。討ち取った武将の首をこの池で洗ったことからこう名付けられている。心霊スポットファイル424。能登里山街道。能登里山街道とは石川県白衣郡宝達市水町にある心霊スポット。この道路で放水路に身を投げ自殺した者の霊が出るという噂がある。心霊スポットファイル425。西山パーキング下り。西山パーキング下りとは石川県白衣郡鹿町にある心霊スポット。トイレで幽霊が出没する。交通事故で亡くなった人の霊だとかここが昔は墓地だったとかトイレの下に遺体が埋まっているなどの噂がある。心霊スポットファイル426。種ダム。種ダムとは石川県七尾市にある心霊スポット。昔から自殺が絶えないので自殺の名所になっている。水面に浮かぶ光の玉を見ると数日後に亡くなるという噂がある。心霊スポットファイル427。猫の目交差点。猫の目交差点とは石川県白衣市にある心霊スポット。マイナーだが事故が多く心霊現象もよく目撃されている県内有数の心霊スポット。地元の人の間では呪われた場所として有名。猫の目、という名前から化け猫がいるなどの話もある。またこの場所ではドッペルゲンガー現象が起きるとの噂もある。自分と全く同じ人を見かけたが顔は青白かったという。心霊スポットファイル428。幽霊放水路。幽霊放水路とは石川県下北郡内灘町にある心霊スポット。正式名称は内灘放水路。橋ができた当初自殺した人がいる。川北方には銭屋五兵の一族の恨みが込められていると言われる。放水路が流れる先のマリーナには浴水死体が流れ着くという。足音が聞こえたり女性のうめき声が聞こえると言われている。心霊スポットファイル429。兼六園。兼六園とは石川県金沢市にある心霊スポット。水戸市の偕楽園。岡山市の後楽園と並ぶ日本三名園の一つとして知られている。小糸桜という場所があり小糸という女中がいて主人に従わなかったため切り捨てられ、井戸に投げ捨てられた。その小糸の遺体が井戸の中で桜に化身したと言われている。井戸あたりで写真を撮ると背中を向けてた月物姿の女性が映り込む。心霊スポットファイル430。大内隧道。大内隧道とは石川県加賀市にある心霊スポット。トンネル過ぎた木々のとこで写真を撮ると女性の霊が映り込む。逆立ち馬場も出没する。四十九院でも逆立ち馬場が出るらしい。心霊スポットファイル431。おしまトンネル。おしまトンネルとは福井県坂井市にある心霊スポット。東尋坊東進自殺の遺体が流れ着くおしまに存在する。ここには観音像があり通りすがりに観音像の目が赤く光っていると事故に遭うが運転手を変えると事故を起こさずに済むと言われている。観音像の横に佇む女性の霊が現れるという話もある。心霊スポットファイル432。旧屋長瀬トンネル。旧屋長瀬トンネルとは福井県敦賀市にある心霊スポット。もともとは蒸気機関車用が走っていた。細く狭いトンネルで通行中の列車を牽引していた機関士が充満した煙を吸って窒息死した事故が発生した。また救援に来た機関士までもが窒息して亡くなったそうだ。しかし、ここに出現する霊は機関士ではなく老婆の霊が出るという。なぜ老婆の霊なのか理由はまだ解明されておらず未だ世に知られていない事実が隠されているのかもしれない。心霊スポットファイル433。日光ホテル。日光ホテルとは福井県福井市にある心霊スポット。一時期は集団自殺の現場などの噂があったがデマだということが判明している。それでも霊の目撃情報が多いがどのような原因で出ていたのかは不明。2016年頃に解体されてからは霊の噂はなくなった。心霊スポットファイル434。
東尋坊。東尋坊とは福井県坂井市にある心霊スポット。自殺の名所で遺体はおしまいと流れ着く。地元では有名な話だ。半時計回りで歩くと帰る時に橋の真ん中あたりで霊が出るとの噂がある。さらにその霊を見てしまうとその気がない人でも崖の上から飛び降りてしまうと言われている。東尋坊という主要層がおり日頃から悪事を働いており高層たちを悩ませていた。ある日宴に誘われた東尋坊は酔いつぶれ仲間の層から崖に突き落とされたという。それから天気が荒れなのか七番雷が鳴り響き崖から飛び降り命を落とす者が増え始めた。東尋坊の怨念だと恐れられいつしか東尋坊と呼ばれるようになった。近くの女子トイレで女性の霊が座っている。誰もいないわずの個室の扉が一人でに開くという噂もある。写真を撮ると崖の下から引きずり込もうとする白い手が映る。心霊スポットファイル435。北陸トンネル。北陸トンネルとは福井県敦賀市にある心霊スポット。福泉鉄道トンネルで過去に列車火災があった。奇妙な声が聞こえてきた。壁の染みから手が出てきた等の噂がある。作業員が列車火災で亡くなった方の霊を見たという話もある。またトンネル内より存在しない列車からの無線が確認され電車が止まったという話もある。心霊スポットファイル436。つくも橋。つくも橋とは福井県福井市にある心霊スポット。天正11年4月24日、越前北の厚城に火が放たれ燃え盛る炎の中柴田勝家と妻を氏が自らの刀で自害した。命日である4月24日の牛三つ時になると数百もの騎馬武者の行列が橋を渡って南へと進む姿が見られるようになった。武者と乗っている馬の首はなく通った後には真っ赤な血だけが水たまりのようになって残っていたという。そしてその行列を見た者は吐血して命を落とすと噂されている。心霊スポットファイル437。山中トンネル。山中トンネルとは福井県南条郡南越前町にある心霊スポット。赤い服の女性が現れることで有名。トンネル内のちょうど真ん中のあたりが危ないと言われている。トンネルを抜けると老人らしき霊が立っているとの噂もある。心霊スポットファイル438。キュート口トンネル。キュート口トンネルとは福井県鯖江市にある心霊スポット。2014年に新トンネル開通により閉鎖された廃トンネル。トンネルの中では真っ黒に焦げた女性の霊が目撃されている。よく見ると肌は焼けただれて顔もほとんど原型をとどめていないとのこと。焼死自殺した女性の霊ではないかと噂されている。また黒い人影を見たという話もあり霊道になっているとも言われている。心霊スポットファイル439。小島。小島とは福井県坂井市にある心霊スポット。潮の流れのせいで年々多くの遺体がこの場所に流れ着く。島を半時計回りに回ると自殺者の霊に取り憑かれてしまう。小島橋を途中で引き返すと流れ着いた自殺者の魂を連れて帰ることになる。小島随道の仏像と目を合わせると事故に遭うという。心霊スポットファイル440。旧北陸トンネル。旧北陸トンネルとは福井県南条郡南越前町にある心霊スポット。今は閉鎖されているが開通していた頃は旧北陸トンネルを通ると助手席に知らない男の子が座っていたという。天井から女性の霊が落ちてきたという話もある。閉鎖された今でもトンネルの入り口に女性の霊が立っているなどの噂がある。心霊スポットファイル441。阿諏訪山。阿諏訪山とは福井県福井市にある心霊スポット。過去に焼身自殺があり全身が真っ黒に焼け焦げた男の霊が出るという。また山中には霊が出没する廃墟や霊が集まる墓地と慰霊碑がある。霊と遭遇した後に高熱にうなされたという者もいる。心霊スポットファイル442。長谷集落の灰寺。長谷集落の灰寺とは福井県大井郡大井町にある心霊スポット。1965年に揚水発電所が建設されることになり住民は立ち退きを余儀なくされた。だが反対の声が強くダム建設は撤回されることになった。しかしダム計画が撤回されても住民は戻らず1985年頃に廃村になったとされる。灰寺周辺では夜な夜な人の話し声が聞こえ霊が目撃されるという話がある。この灰寺は禅宗の朝鮮寺ではないかと言われている。灰寺の近くには無縁仏の墓石が散乱しており無縁仏の霊が心霊現象を引き起こしているとも言われている。
テレビでも紹介されたことがある、心霊スポットファイル443、ケヒの松原。ケヒの松原とは福井県敦賀市にある心霊スポット。古くから景勝地として有名。古事記、や、万葉集、にもケヒの松原は読まれている。松林の中は昼間でも薄暗くてここで首吊り自殺をする人が多い。海岸でも溺死する人が多い。海からいくつもの手が伸びている心霊写真が撮れるという、心霊スポットファイル444、クズユーダム。クズユーダムとは福井県大野市にある心霊スポット。19時から20時までにここを通っても絶対に振り向いてはいけないという噂がある。振り向くと首が折れ曲がっている少女の霊と腐敗した子供の霊が見え事故を起こすと言われている。毎年のように壁に激突する死亡事故が発生している。その他にもうめき声が聞こえたりするという噂がある。心霊スポットファイル445、福井少年運動公園。福井少年運動公園とは福井県福井市にある心霊スポット。公園内にあるトンネルの形をした遊具から赤ちゃんの泣き声が聞こえてくるという話がある。他にも誰もいないわずのブランコが揺れているという、楽しそうに遊ぶ子供たちの声に霊が引き寄せられているのではないかと言われている。心霊スポットファイル446、一条滝。一条滝とは福井県福井市にある心霊スポット。佐々木小次郎が飛燕燕返しを編み出した場所として知られている。ここは落ち武者の霊が出る噂や誰もいないのに人の声が聞こえてくるという噂がある。また写真を撮ると霊が映ることも広く知られている。心霊スポットファイル447、神の家前港。神の家前港とは福井県南条郡南越前町にある心霊スポット。1970年頃に開業し2004年頃に閉業したドライブイン廃墟。建物内で写真を撮ったら白いもやのようなものが映った。内部を探索していたところ女性あるいは子供のような声が聞こえたという話がある。心霊スポットファイル448、仏原ダム。仏原ダムとは福井県大野市にある心霊スポット。ダムに架かる琴堂橋は仏原ダムのクランク橋とも呼ばれ女性の霊の目撃情報がある。運転手のいない赤い車が走っているとの噂があり、その車を見ると帰りに事故に遭うと言われている。橋の近くに来ると突然急ブレーキがかかるという心霊現象もある。心霊スポットファイル449、七板の休暇相場。七板の休暇相場とは福井県大野市にある心霊スポット。使われなくなった火葬場。コンクリートブロックとレンガを使った簡素な作りで昔よく見られた墓地を合わせた3枚である。2005年に起きた福井火葬場心中事件の現場として知られる。付近を歩いていたら誰もいないのに人の話し声がした、人の足音がしたなどの話がある。心霊スポットファイル450、高尾山。高尾山とは福井県勝山市にある心霊スポット。写真を撮り男の子の霊が写っているとその霊に取り憑かれている。自分と全く同じ姿をしているドッペルゲンガーに遭遇する。戦国時代に殺害された武士や祭司の霊が現れる。あらゆる場所からうめき声やすすり泣く声が聞こえてくる。心霊スポットファイル451、深谷霊園。深谷霊園とは福井県福井市にある心霊スポット。福井市屈指の夜景スポットがある。夜にお墓の前を通る人が多いので霊の目撃情報も多い。目撃者が多いためいろんな霊が目撃されているが中でもおばあちゃんの霊が出るのは有名。心霊スポットファイル452、龍ヶ鼻ダム。龍ヶ鼻ダムとは福井県坂井市にある心霊スポット。ずぶ濡れになった女性の霊などが目撃されている。釣りをした人が家に帰ったら家族から、どこ行ったの？何の匂い？と聞かれたそうだ。香水の甘い香りがしていたという。また自殺だけではなく2020年に殺人事件も起きている。心霊スポットファイル453、ワンダーランド。ワンダーランドとは福井県坂井市にある心霊スポット。遊具などは撤去され廃墟化している遊園地。建築基準法に違反している劣悪な遊具がほとんどで事故も起きており稼働禁止となって営業を停止。営業停止後に関係者が自殺。ジェットコースターでは4回もの事故を起こしている。心霊スポットファイル454、怒りトンネル。怒りトンネルとは福井県福井市にある心霊スポット。
この辺りでは以前に幽霊騒ぎが原因で住民のほとんどが引っ越してしまい、一部の住宅を残して廃屋となった。女性の霊が目撃されており、タクシーに乗せた女性がいつの間にか消えていたという話もある。また心霊写真が撮れるとも言われている。心霊スポットファイル455、スミソウ。スミソウとは福井県あわら市にある心霊スポット。1883年創業の老舗旅館だったが老朽化、景気低迷などで利用客が減り2010年に廃業し廃墟となった。渡り廊下の奥にある部屋から女性の声が聞こえる。地下の大浴場に老婆の霊が出るなどと噂されている。テレビでも紹介された、心霊スポットファイル456、上勝公園。上勝公園とは福井県福井市にある心霊スポット。戦時中に空襲の火から逃れようと荒川に飛び込んだが、多くの方が亡くなり遺体置き場として使われていた。戦争で亡くなった方を弔うために慰霊碑も建てられている。人玉や女性の霊が出る。トイレから子供の霊がこちらを見ていて近づくとスーッと消える等の話がある。心霊スポットファイル457。丸岡城。丸岡城とは福井県坂井市にある心霊スポット。おしずという女性が人柱になっている。おしずは自分の子供を侍にするという条件で受け入れたが、子供が侍になることはなかった。それからというもの、城内では女性の亡霊がたびたび目撃されるようになった。その後大雨が降り、堀の水が溢れ多大な被害を出したという。村人たちはおしずのたたりだと恐れ、この雨を、おしずの涙雨、と呼んでいた。昔から亡霊が出ると噂になっており、今でも女性の霊が出ると噂になっている。心霊写真が撮れるとの噂もある。心霊スポットファイル458、サンホテル山根。サンホテル山根とは福井県小浜市にある心霊スポット。開業は1981年で、天然温泉があるホテル。このホテルでは座敷わらしが出るという噂がある。ホテルの宿泊者や従業員の間で不思議な体験をする人が多く、その噂が広まったようだ。宿泊者の家族に子供がいないにもかかわらず、フロアで子供の笑い声が聞こえたという話がある。夜中にエレベーターが勝手に動くなどの報告もあるようだ。特に302号室に座敷わらしが出ることが多いらしい。テレビでも紹介された、心霊スポットファイル459、敦賀気比高等学校。敦賀気比高等学校とは福井県敦賀市にある心霊スポット。開かずの間がある。自分の才能のなさに絶望した美術部員が首吊り自殺をした。不吉な現象が多発したため学校側が封鎖したという噂がある。時々中から壁を叩く音がしたり、カーテンの裾から外を覗く何者かがいるという話もある。心霊スポットファイル460、西墓地公園。西墓地公園とは福井県福井市にある心霊スポット。2005年に大規模な地盤陥没が起きたことによって約100基の墓石が被害を受けた。被害の大きい場所は深さ30メートルも陥没していたという。それからというもの、被害場所近辺では霊を目撃する者が続出した。災害が原因で眠っていたものを起こしてしまったのかもしれない。